はい、こんにちは、あれです。ドラゴンクエスト4やっていきましょう。前回はね、そう、世界一の木に倒れていたルーシアを助けて、天空の城まで登ってきたんだよね。そうで合ってる。うん、天空の城まで頑張って登ってきました。今回は、まだ、まあ、お話を聞いてないからね、ここら辺で話を聞いてから進んでいきたいと思います。いいかね、今朝の3時半なんだよ。夜中か、まあ、あれよ、夕方じゃない3時半なわけですよ。課題も終わったしね、ちょっと、もう眠くはないんだけど寝ようかなと思ったら、あれなんですよ。布団が乾いてない。布団を洗濯機に入れて乾燥機で乾くの待ってたら、全然乾いてなくて、もう一回入れたらあと2時間半って言われたから、嘘だーって言って動画を撮ってるところです。はい、余談もしたしやっていきましょう。何をしてるかって、世界中何を育ってるんだ。すごいじゃん。そうだ、この雫をあげるよ。マジ？お前いいやつやな。ありがとう。この苗一本欲しいな。欲張っちゃダメだよ。なくなったらあげる。ありがとう。優しさ。まがまがしい雲が地上を追い始めてるぞ。まあ、やばそうやな。その昔、地上に落ちて、木こりの若者と恋をした娘がおりました。あったあった、その話。はいはい。しかし、天空人と人間は夫婦になれるのが定め。氷の若者は雷に打たれ。かわいそう。娘は悲しみに打ちひしがれたまま、この城に連れ戻されたのでした。ははん。しかし、娘はどんな時でも地上に残してきた子供のことを忘れたことはありません。もし今のアリアを見れば、きっと涙にくれるでしょう。もうこれは答えでいいのか？まあ、なんかそんな感じはしてたよね。氷と天空人の子供が主人公的な、ね、察しはついてましたよね。まあやっぱりそうなんだね。地上に降りてみたいな。でも、マスタードラゴンの木嵐に降りることはできないんだ。そうね、その話今聞いたわ。無断で降りて夫婦になれずに連れ戻されたと。なるほど。読もうか。進化の秘宝とは、本来進化の筋道を歪めてしまう秘宝なり。ははん。この秘宝を使えば、この世にあらざるべき生き物を生み出すことができるだろう。すべての災いのもとなり。地底深くに封じ込むよ。と書かれています。そうね、再び発見されてしまったのです。されちゃったね。進化の道筋から外れた生き物たちの怨念がそうさせたのかもしれませんね。どういうこと？わからんなぁ。古びたドラゴン育成日誌。今日はドランの誕生日なのです。同じ年に生まれたので、ルーシアもドランも今日で8歳です。でも、ドランはもう大人らしいのです。どうも天空人とドラゴンは大人になる速さが違うようです。ドラゴン。はい、読みます。戦いの歴史。遥か昔、魔族の王エスタークは恐ろしいものを作り出した。それは進化の秘宝。エスタークはその力で自らを神をも超える究極の生物に進化させた。しかし、事態を知った天空人は、マスタードラゴンと共にエスタークと戦った。長い戦いの後、エスタークは、地の底に封じ込められた。されてたね。消滅させることはできなかった。できなかったんだ。押してはならぬ。と書かれています。後で分かったのですが、エスタークの進化の秘宝はまだ不完全だったとか。不完全か。黄金の腕輪が使われていなかったから不完全だったと。なるほど。読める。金を犯してでいいのかな？金でいいのかな？犯して地に降りた彼女を、マスタードラゴンはどんな時が経とうともお許しにならないだろう。今にマスタードラゴンは最も残酷なやり方で彼女の幸せを奪うことだろう。悲劇が起こる前に地に降りた彼女を私は何としても連れ戻すつもりだ。マスタードラゴンよくわかんねえな。
うん。読めぬものもあるだろう。あ、読んでもらうといい。なるほど。読めないとこは四字繰りってのか。四字繰り。読んだ読んだ。それ読んだわ。んじゃあもう一個の方読んでもらおうか。なるほどね。四字繰り。同じかい。同じか。右と左で違う本だと思ったらそんなことはなかった。うい。オッケーオッケー。まあ大体わかった。ほい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 。じゃあさっきからチラチラ見えてるドラゴンちゃんに会いに行きましょうね。ん？おお、下から上がるのか。うずうず。あ、でっかい。でっかい。ほほう。アルヤが我ら天空人と勇者たちの血を引く勇者であられるか。そうであられるぞ。我がマスタードラゴンはいつも気にかけておられたようだ。ほんと？あ、なんか、リみたいですね、座り方が。え、喋りたい。喋れないの？もう喋れた。私はこの城を治めるマスタードラゴン、竜の神と呼ばれているものだ。あー、まあ、名前からしてそうっすよね。私はここにいて世界のすべてを知ることができる。よくあるやつ？うん、すでにわかってる。おう。しかし、もはや私にもデスピサロというものの進化を封じることはできぬ。お前たちが思っているほどこの私とて、絶対のものではないのだ。残念。なになにそのびっくりは。おー、揺れてる。空の後ろは揺れてる。すごい。長いよ。酔っちゃう酔っちゃう。ちょっと次のセリフを。うわぁ。どうした？ご報告します。たった今、闇の世界の入り口から邪悪な波動が発せられ。言わずともよい。ああ、なんか報告しがいないね。己デスピサロメ。この程度のことで天空城を撃ち落とせると思ったのか。あ、この天空城を襲ってきたんだ。なんか衝撃がね。そうなんだろうね。ああ、天空城に入ったことを知り挑発してきたのか。ところで人間というのは実に不思議な生き物だな。お前ほどじゃないぞ。かよわき人間が時として思わぬ力を発揮することがある。私はそれにかけてみよう。はい。そなたになら進化した邪悪なるものを倒せるやもしれぬ。そなたに私の持てる力を与えようぞ。おーおー、あ、もうちょっと経験値良かったんじゃない？くれても。邪悪な波動が雲に開けた穴から闇の世界の入り口へ向かうのだ。あ、はい。一レベルしか上がんなかった。なんか、そっか。そうか。一レベルだけか。まあなんか天空の剣が強くなったっぽいね。それじゃあ行こうか。なんだこれ、綺麗じゃん。釣りできんのかな。あ、踊ってんの？つーん。でーれ。間違った。口を聞いちゃダメよ。はいお姉様、つーん。よくわからんな。くるりんくるりん。なんやねん、一体。ふんふんふん。ま、うん、じゃあ、もうここには用はないか。帰るか。おー、でも、ルーシアに会いたいな。ルーシアいないのかな。なんか、また後で会いましょう的な、こと言ってたけど、いねえな。ここかな？お、かわいいかわいい。ぐるるる。あ、そうだね。あ、もしかしてルーシア？おー。おかげでまたこうして、この子たちの世話できますわ。そうだわ、俺をしなくては。ドラン、こっちいらっしゃい。ドラン、あ、ドラン、でももう大人なんでしょ？さっき日記に書いてあったよ。え？おー！あ、あれですね、ヨシオ的な何かですね、わかります。ドランが仲間に加わった。行きましょうか。ドラン何に使うんだ？
なんかみんな馬車好きね。活躍を期待していますわ。ドラン、強いのか？うんうん。お前さんたち、これから大変なとこに行くんだろう？あ、バロンのスノブエ持ってるよ。オッケーオッケー、持ってる持ってる。なんか、使ったら、アトリシャが来るんじゃろ？永遠に結界。で、進化を止めるには結界を破る。ああ、ありがとうございます。ああ、おう、じゃあ、行こうか。ほい。ドラン、ドラン、ドラン、ん？ああ、恐ろしい。ちょうどこの下の地上から邪悪な波動が発せられ、雲を貫いてきたのです。かっこいい。じゃあ降りようか。あります。ドラン、ドラン、あ、ちゃうね。いやー、ちょっと待って。ガンガンでいいんだ。それはガンガンでいいんだけど。ドランは何に使うんだ？ドランをパーティーに入れてみるか。で、喋ってみよう。あ、これはもう聞いた。サントファイムの人々を救えぬまま最後の決戦。あー、もう最後の決戦なの？グゴーグゴーグゴーオーンアオーン、なんなんやねんて。あれ、あ、ん、あれ団長、もう馬車おるやん。敵、あ、出てきた。スモークグール。え、ドランって何ができるん？ちょっと見てみよう。いや、こいつ呪文しか入んねんじゃなかった？そうだ。あー、呪文しか効かねえんだ。失敗したな。めんどくせえ。お前も物理か。おお、ここどこ？おお、裏世界的な何か。なんか。うわぁ。いや、ここは希望の祠。あなたは残り待っていました。デスピサラは宮殿の周りに結界を張り、そこで進化を続けています。ふいふい。四つの結界を破らぬ限り、不思議な力があなたたちの行く手を阻むことでしょう。そうですね。まずは結界を破るのです。ええ。あ、あ、します。なるほど、なるほど。何もなるほどじゃないけど。まあ、本当に終盤ってことはわかるな。ああ、行きます。どうしよう。だいぶベラベラ喋ってるだけで何も成し遂げてないんだよな。じゃあ一個結界潰しに行くか。これでしょ、きっと結界って。ね。入ればいいのか。お、え、え、よくわかんないけど、うまくいった。なんだこりゃ。おっすおっす。よくぞここまでたどり着いた。生きながらあっぱれのやつ、お前いいやつだな。どうじゃ、褒美をやろう。やだやだ。バカかおめえは。え、いらんねえ、もっといいものよこせよ。バカな。バイバイ。おいー。こうせねえ。ん？なんかちょっと広いんだけど、さっきより。なんか似たような奴がいるな。はいはい、結界を守るもの。命に変えても、結界を破らせるわけにいかぬ。さあ、来るがよい。真面目な奴だ。おい？おいおい、真面目って褒めたら3匹いるんだが。ドラゴンシールドはさっき買っちゃったな。ロザリー様を失い、ピサロ様がどれほど嘆いたことか。人間など滅びてしまうがいい。はい。んか、この調子で4匹倒して今日おしまいにしようかな。なんか全然弱いし。ちょっとレベル上げすぎちゃったのかなぁ。来たがために。おぉ、おっさん。うん、そうそう、太る着物拙者でござるぞ。フルバトラー。ああ、どっかで見たことあるな。もう強そうなもん落とすじゃん。よくぞ、このレザーを倒した。その時の勝利を噛み締めるがいい。
ありがとうございます。わっはっは。はいはい。巻き惜しみ4つ。お、わ。お前。ほうほう。とうとうここまで来よったか。しかし今では遅すぎたようだな。デスピサロは進化の秘宝を使い、究極の進化を遂げ、やがて異形の物語に目覚めたろ。はいはい。てか呼び捨てだったね。変わり果てた奴の頃には、もはや人間に対する憎しみしか残っておらぬはず。そして、デスピサロは二度と魔族の王に分離することなく、自ら朽ち果てるのだ。メイドの土産にお前たちにも教えてやろう。人間どもを利用し、ロザリーをさらわせたのはこの私、エビルプリースト様なのだ。ははよそ見したら終わってた。バカな。あと一歩で、ね、私が魔族の王となれたというように。はいはい。お前たちだけは絶対逃げさん。はい、さよなら。んー、じゃあ、結界全部開いたからな。今回はここまでにしようかな。結界が開いたお城でも眺めて、今日はおしまいにします。お疲れ様でした。ねえ、今日だいぶ長くなっちゃった気がするんだよな。なんか話を聞いただけじゃ俺が満足できなくて、ね、ボス4連戦しちゃったし。っていうか、いつの間にかだいぶ物語も終盤だったんですね。はーい。どう？結界溶けた？あ、溶けてるね、ドーム。ドームシールドみたいになくなってか。いっちゃおう。おー、楽しそうだけど今回ここまでにしましょう。はい、お疲れ様でした。天空の城から始まって、なんかお話聞いたらね、打ち上げミサイルじゃないけどなんかね、襲われたんだよね。邪悪な波動で。で、それで地底までやってきて、あそこまで来ました。あ、結界は消えました。決戦の前にバロンの角笛を使えば馬車を呼ぶことができるでしょう。へいへい。決戦の前にバロンの角笛を使うのか。オッケー。ね。というわけで。ん？なんでエンドール？あ、さっきエンドール行ったわ。あはは。今回はここまでお疲れ様でした。地底までやってきて、結界を4枚破りましたね。なんか途中で悪い奴がいたけど、大したこともなく普通に消えていったな。次回は、とデスピサロに会えるのかな？俺は会えるって信じてる。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。